私、兄さんの様子が変だって気づいていたのに、それなのに止められなかった。ミラ、キース心配、俺も。そんなに落ち込むなって、ミラ。マザーパレスの位置が分かったら、すぐに乗り込もうぜ。よい、共に行きましょう。決戦だ。おう。なんだよ、ミラ、その顔。情けない顔しないで。ダンはデリカシーなさすぎ。少しは待ってる方の気持ち考えなさいよね。ミラ、ただ待つことしかできないって辛いよね。私すごくよくわかる。ウノとジュウイは毎回毎回お留守番だったのです。でも心はいつも一緒に戦ってたつもり。いつダンたちに呼ばれてもすぐに一緒に戦えるように気持ちだけは燃やしていたんだよ。 Yes! Of course です。今は強い心でその時を待ってなきゃ。お嬢、そっか、そうだよな。何を？いつも待っててくれてサンキューな。別にお礼なんて。んじゃ、待ってる間に爆弾バトルしようぜ。だから準備運動というところですね。面白い、やるか。ドラゴン、熱くなってるな、パーシバル。当たり前だ、今燃えないでどうする。どんな相手でも負けません。ウィルダー、勝利。なんだかダン先輩の言う通り、じっとしていられなくなってきたっす。だろ。俺もやるか。さあ、ダン先輩やりましょう。今やらなくてもいいだろう。よし、俺にも負けるぞ。お嬢、ジュリー。ん、何、トラちゃん。わっ、少しいいですか、お嬢にお話が。ジュリー、俺も。え、バトルをやめる？その決心は変わらないのか。本気かよ、ティグレス。ゴーレム、自分たちの役目はもう終わりました。それにゴーレムたちより皆強い。そんな。慰めは結構です。自分のことは自分が一番よく分かってますから。しかし、勘違いしないでください、ドラゴさん。何も消えてなくなろうってわけじゃありません。ゴーレム、ジュリーと待ってる。そういうことです。自分不器用ですから。お嬢が言ってくださった気持ち、あそこに自分たちの真理を見つけました。そうか、待ってる者の気持ちか。ティグレス、ゴーレム、分かってます。よく考えた末の結論なら。分かったぜ。お前らの分まで俺たちがしっかり戦ってくるぜ。ちょっとびっくりしたな。イエース、寝耳に水です。トラちゃんもゴーレムもいろいろ考えてたんだね。私ね、さっきダンたちにはああ言ったけど、みんなと戦えないことを何度も寂しく思ったの。ルナ、でもジュリーが一緒にいてくれたから強くいられたんだ。ああ、それはジュリーも同じです。ジュリーは最高の友達だよ。違います、ジュリーとルノは親友です。